それではエミューとフリーでね、ちょっと一回喋ってみようかなと思っております。なんか珍しいわねって言われたんですよね。私でいいのじゃないけど、はいはい、みんなあんまり興味がないと。この子としてはもうちょっとこのハマってもらいたいっていうところがあるんですけど、はい、可愛いねって言ってあげたらいいんじゃないかなと思う。さあ、それではエミューと、はい、ちょっといろいろこうフリーでね、ちょっと一回喋ってみようかなと思っております。はい、で、ちょっとここ書いてる面白いこと書いてるんですけど、はいはい、ダチョウじゃないのってちょっと思っちゃうん。ダチョウやと思ってました。そうなんですよ。なんですけど、ダチョウって首のところこっから上が白いんですよね。はいはいはい。でエミューは黒いと。なんか、なんていうんですか、なんかちょっとここら辺が、うん、なんか青っぽいんですよね。そうですね。はい、ダチョウは白だと。はい、いうことで、じゃあそのエミューとね。じゃあフリートークっていうことでね。はい、はい、いろいろちょっと聞いていこうかなと思ってます。一匹近くいるんでね。はい。めちゃめちゃ。はい、なんで、一匹なんでちょっと喋りやすいなっていうことで。はい。はい、ちょっと喋っていきます。はい。はい。ではお話は終わりました。はい。まあね、結構ね、なんかこう、こっちからの質問をガンガンしていくっていうより、うん、フリーで話す方が面白い、お互いこう、面白みがあったりとかするんですけどね。はい。まあ、何聞いたか。聞くっていうよりかは、結構こう、会話がわーって始まったりとかすることが多いんですけど、はいはい。まあ何かこう、ちょっとお話しさせてもらっていいかなって聞いたときに、うん、なんか珍しいわねって言われたんですよね。あ、そうなんですね。はい。話しかけるのが珍しいとかっていうわけじゃなく、うんうん、この注目されることっていうのが、私でいいのじゃないけど、はいはい、こう、みんなあんまり興味がないと。うん、自分は、この、あんまり人気がないっていうこと、この子は言ってましたよね。あ、本当ですか？はい。だから、いや、そうじゃないよって、すごく、この、綺麗な目とかね、うんうん、その、色とかね、はい。はい。すごく綺麗だよっていうことを言ってあげたら嬉しいわって、はい、いうことを言ってて、あとは、場所的なことなんですけど、うんうん、もうちょっとやっぱり広い方がいいみたいですね。あ、そうなんですか。はい。ちょっと走り回りたいみたいです。一匹飼うにはいいのかなって思われるかもしれないんですけど、はい、ちょっと狭いみたいですね。はい、ですので、ぜひね、エミューを見たときは、ちょっとね、注目してあげて、うん、可愛いねって言ってあげたらいいんじゃないかなと思いますね。あんまりこう、興味を持ってもらってないっていう、ちょっと悲しい気持ち。うん、はい。向こうからは結構こっちに寄ってきたり、ね、してますよね。そうなんですよ。なので、その、この子としてはもうちょっとこの、かまってもらいたい。なるほど。っていうところがあるんですけど、はい。はい。みんなあまりエミューには興味がないっていう。はい。なので、私はあまり人気がないのっていうので、ちょっと自信喪失って感じですね。なるほど、なるほど。はい。なので、エミューを天王寺動物園でね。ね。はい。ふれあい広場っていうところなんですけど、はい、エミューを見かけたら、うん、あ、かわいいねって言ってあげてほしいなと思いますね。はい。はい。じゃあ、自信をね、はい、また、復活させれると思うんで。ということで、今回は、エミューとお話ということで、はい。はい。次は、ちょっと、猛獣系とか、うん、カバとかね。はい。はい。とお話ししていこうかなと思っております。はい。本日はありがとうございました。はい。ありがとうございました。